始めておりました。鍋山あんなに高かった。違う、あれ高齢者、左側鍋山。左が鍋山、右が高齢山。おっ、はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。あ、こっちの方がいいね。はい、左が鍋山。ああ、いいわこれ。いい感じで絵になっとる。絵になっとるよ今の。いい感じだ。どういうわけか、今なんか情緒あふれる感じに撮れました。いやー、ほんと
カメラを撮るのも楽しいし、歩くのも楽しいし、ちょっと鍋は見えなくなってる。これもいまいちだね、これ。ここで撮るといまいち。まあ撮ってきます。こっちはどうだ。こっちいいな。こういこうか。こういこうか。ああ、これいいね。冬の感じ。ちょっとね。大山も入れちゃってねって。大山の向こうに入ってんで、おっ。これがね、宝戸川か、超人川かな、ね、この名前が。ちょっと、いいね。おっ。取れた。これじゃん。これじゃね、この辺で見るともうすごい迫力。これじゃいいね。これじゃ馬のようになっちゅうね。馬みたいに見える。馬だね。これじゃんは馬だね。あ、なかなかいいね、これ。これじゃんの肌の感じ。なんとも言えませんね。ちょっとアップで撮ります。高齢山の肌のこの感じが美しいね。素晴らしい素晴らしい。あ、そこが別荘があるとこだね。あれ、高齢者のあの麓の、ちょっとアップで、ちょっとズームで撮ってて、これ前回行ったところの別荘のあの電柱が見えます。はい、いやー、いい天気だね、今日は。素晴らしい天気、最高ですね。何時ぐらいかね。今8時半。8時半。まだ9
ちになってないでしょ。大仙古道ですね。大仙牛梅地、はい、はい、あっ。結構取ったね、これね。結構取ったね、これ。おかしい。ひょろ長いこの松の木がここに一本あってね。まるで四方どのように立っとる。なかなかの松ですよ。おっ。種原バス停、これどうしよう、もうちょっと引いて入った。ここの下をね、ここの下を、そういえばこういう歩道ができてたね、これ。次ここは歩こうな。次ここ。次はここへ行く。まあね、今日は一発のところ。いい感じだね、これ。いい景色だね、これ。印象に残りそう。いい感じや。いい印象。いやー、今日本当いい天気。こんないい天気は。